はい、今日は2月15日ね、火曜日。まあ、うちのお店は休みだね。ちょっと今日は朝からいろいろね、出かけるって、多分午前中には終わっちゃうけどね。やっぱちょっとね、いろいろ忙しいわな。だからめんどくさいことはもうしない。あえてやらない。春先生、寒い中、アンテナ交換お疲れ様です。はい、今週の秘書のこの録音、これだけ。もうめんどくさい。はい、ロックオン先生、毎度毎度ね、銭湯ではだいたい3分20円、最近は2分20円もあります。これさ、3分20円っていうのはさ、男性も使うからじゃないかね。男なんか3分で乾いちゃうかんね。自分のさ、薄毛なんかさ、本当に3分以上やらないよ。2分ぐらいで終わっちゃうよ。パーってやって。もうこれってさ、100円500円入れたらお釣り出てくんのかな。女性なんかさ、10円玉いっぱい持ってねえと、大変だよね。5分じゃ乾かないんじゃない？おばちゃんだったら乾くかもしんないけど、ロングの人だとね、まあ、湿度の高い部屋だと15分ぐらいやるようになるからね。およそ1分10円だね。電気代言ったら1時間で30円ぐらいだからね。ただね、落として壊されたりね、何があるかわからないからね。だから美容室のね、片隅でね、まあ、閉鎖的なところでやられてもお客さんがいるっていうのがめんどくさいんだよね。あと、いや、必ずブラシ貸してくれとか、何貸してくれとかって始まるからね。銭湯なんかはね、常に人がいるわけだからね。美容室の場合、その人一人のために待ってるっつうの？それが、ちょっと違うとこだよね。だから、最初の5分間は無料でもいいかもね。美容室の場合はね。スーパー銭湯は使い放題。確かに美容室もね、先に何かをしてお金もらってるわけだからね。かといって無料でも何分までって決めないとね。それこそね、高校生かなんかがね、お茶飲み始めちゃってね、ご飯は食べないと思うけど、お菓子食っちゃったりね。何があるかわからないからね。適当にカーラー巻いて、お釜、ドライヤーにぶち込んじゃうのが一番。ロングの方なんかね、体力使わねってば使わないけど、結構巻くのもめんどくさいんだよね。暇な時だったらさ、のんべんたらりと巻いてりゃいいけど、やっぱり次のお客さんがさ、こういう状況、早く毛染め洗ってくれよ、みたいに座ってられるとさ、結構大変、疲れんだよね。だったら何もしないで帰ってもらった方が楽ってなるよね、精神的にね。だから今度借りる店ね、お釜がぶる下がってんだよね。ちょっと位置が悪いんだけどね。あのお釜だって、勝手にお使いくださいじゃないけど、ねえ、5分間無料ぐらい、10分は使ったら100円とかね。で、やっぱりね、ある程度ね、時間に比例してお金もらわないと、お客さんがさ、いつまでもいられると疲れるんだよね。あとね、エアウェーブの機械がね、置いてあったんで、エアウェーブの機械って温風が出るわけじゃない？あれでさ、乾かせねえかなと思ってさ、これ今度実験してみるけど、もうドライヤーの機能として、エアウェーブの機能なんかいらないのよ。髪の毛を乾かす機能がどこまで使えるかってちょっと気になってんだ、エアウェーブの機械がね。雲消しの時やっぱり忙しいと上のお釜使うんだけど、7、8分入れとくだけで、結構ね、乾くんだよ。で、後が楽なんだよね。これからね、うちのお兄さんがね、もう一軒の方の店行くとね、一人でね、かなりやらなきゃいけないからね、やっぱり、乾かすのがね、もうただ何もできずにじっとね、やんなきゃいけないからね、縮毛矯正の乾かしとかね。これがちょっと大変なんだよね。はい、しばちゃん先生ね。うちのお店は週1の火曜日だけです。うちも週1回だけだよ。で、疲れるほど働いてないから休みいらねえし、休み何かするったって金使うから、とりあえず 週1のやっぱり火曜日だけ。やっぱりね、時間自由に火曜日使わないとね、今日は市役所行ったりね。保健所行こうかな、どうしようかな、そんな感じだね。あとは確定申告か、ちょっと進めとかないとね。まあそんなことやってりゃ、もうあっという間に一日終わっちゃうからね、日が暮れちゃうからね。で、若い人はね、あっち遊びに行きたい、こっち遊びに行きたいってなるかもしんないけど、我々おっさんになるとね、車に乗ってね、まあ昼ぐらいから夜ぐらいまでちょっと出かけて帰ってきたりすると、3日ぐらい調子が悪くなるね、疲れが取れないっちゅうの？はい。ということで今日もね、休みの方は疲れすぎないようにね。